こんにちは、こんばんは。今日もココ VR ご覧いただいてありがとうございます。バーチャルココとバーチャルスタッフです。今日はスタッフさん、夏の別荘ワールドから動画をお届けしていますけれども、今日は皆さんに折り入ってお礼がありまして、はい、つい最近このワールドの訪問者数が2000人を突破したというお礼動画を出したばかりなのに、なんと早くもこのワールドの訪問者数が3000人を達成いたしました。ありがとうございます。もう4000に届きそうな勢いで、次4000のお礼をしないといけないのではないでしょうか、風なんですけれども、いかがですかスタッフさん、はい、ほとんどが海外の方ですけれども、結構ホームとして設定してくれてる方も多いようで、いかがでしょうか。やっぱりこのベースワールドを作られたプロのクリエイターの方様様で、それはそうですね、私たちはね、うん、でもスタッフさんもいっぱい花火を置いたりとか、うん、時間をかけて、まあ、楽しんでもらえるようには、うんうんうん、なんとか工夫してやってみたんで、そうですね、それでゆっくりしてもらえるのかなという感じもありますね。いろんな噂を流されながらも頑張りました、私たち頑張りました。そしてじゃあもう何もしてないのかって言ったら、スタッフさん毎日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 何かしてるでしょ。毎日毎日どっかの葉っぱ1本軽量化したりとか、ちょっと葉っぱ1本取ってちょっとでも軽くということで、毎日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 、多い時で1日何回もスタッフさんアップデートされてるようですけれども、せっせっせっせと、はいはい、まあ今昼のやつも作ってるんで、はい、それの分と合わせて、はい、まあ、ここ変えたらいいんじゃないかっていうようなところをちょっと見てみたりとかしてる感じですかね。はい、ということで本当にお礼を言う動画をいっぱい撮りすぎて、どのアングルで撮影しようと思って今日は外に出てぬいぐるみを持ってきてこちらで撮影してるんですけれども、私もね、なんかこのワールドに人がいるなと思う時は入ってきてお礼言ったりとかちょっといるようにしてるんですけれども、なんとねこの場所で花火を上げてる外国人の人が多かったので、なんでかなと思って、偶然なのかなと思ってちょっと上げてみたら、この丘の上で花火を上げるのが一番綺麗だということが分かったんですよ。海も山も全部見ることができて、予定よりもひまわりワールドはね時間かかってて、今軽量化をしてるところなんです。このワールドの昼間バージョンはまだまだ軽量化かかってるんですけれども、はい、ご安心くださいスタッフさん、公式発表で、はい、9月とか10月まで今年は暑いということです。各地のひまわりフェスとかでも10月まで結構ひまわりは見ることができると思います。そうですね、はい、はい、9月にやってるイベントとかもあるんで、ひまわりはまあ秋でも、秋というか9月入っても見頃みたいですよ、はい、と言いつつもうすぐ完了ですので、もうすぐ公開ですので、ぜひいらしてください。それでは動画をご覧の皆さんには、初めてご覧いただくこの丘の上からの花火をぜひご覧ください。それでは打ち上げまーす。
終わろうと思ったんですが、動画をここまでご覧いただいた皆さんにちょっとしたサプライズがございます。なんとまだ今軽量化途中のこの昼間バージョン、夏のひまわりの魔法ワールドなんですけれども、公開の方はまだちょっと先になるんですけれども、この動画をご覧の方に一足先にご覧いただこうということで、ちょっとねまだまだ軽量化途中なので、スペックによったらちょっと落ちてしまう人とかがびつく場合があるんですけれども、一般公開に先駆けてここ VR の視聴者様に日頃の感謝の気持ちを込めてプレオープンということにしたいと思います。スタッフさん、まだちょっと軽量化途中なので、はい、がびつくことをちょっとご了承の上ということですね、はい、そうですね。クエストの、まあ、3でもちょっと今がびついてる感じなので、うん、ちょっと2とか結構厳しいかもしれないですけど、はい、ということでまだまだ軽量化途中で、あの完成したら今よりもあの軽量化が進んでスムーズに入っていただけると思うんですけれども、まだちょっとあのがびつくところもあるんですけれども、この状態でよければぜひお越しくださいというお知らせを最後につけさせていただきます。このワールドに入っていただく方法は、私がいつもだったら所在不明のオレンジステータスなんですけれども、グリーンステータスもしくは水色ステータスにしておりますので、もしよかったら私にジョインしてください。まだまだちょっと軽量化途中ですので、あの人によったらうわちょっと固まっちゃうっていう場合もありますけれども、そこだけご了承いただければ一般公開に先駆けてご覧いただけます。ぜひ遊びにいらしてください。日付はって大丈夫ですか？あ、そうでした、はい、そうでした。この動画がアップされているのが本日の7時ですので、本日の10時ぐらいからそれ以降ということになると思うんですけれども、なるべく早く入れるようにしたいと思います。もし私のステータスがグリーンとか水色になったら、ご遠慮なく遊びにいらしてください。以上、最新ワールド公開前の夏のひまわりの魔法から皆さんにお知らせをしましたっておかしいですよね。サプライズのお知らせでした。このワールドにどんなサプライズが隠れているのか、現実と非現実、そしてアートコンセプトが詰まったこのワールド、ぜひ楽しんでください。遊びにいらしてください。この丘をひまわりでいっぱいにしてください。お待ちしております。